靠靠！母鸡。啊！哦，是这样子的。他们血量不能差太多哦。血又回来了，トヨ、これで白馬は落ちた。文長よ、今は春、旅に出るには良き季節よな。遠心にはかつて青龍が天より舞い降り人に囚われたという伝承があるらしい。まさか兄者がそこに。その伝承の地を訪ねる旅というのも一興であろう。厩舎に繋がれていた馬を連れて参りました。関人が生きておったか。千里の旅にはうってつけ。しかし主を選ぶ馬ですぞ。奇遇でしたな。さすがは関羽殿。旅に出るなら選別を与えねばなるまい。この関羽、必ずやご恩に報いましょうぞ。遠心の砦は妖魔の巣窟とも聞く。雲長を助けてやってくれぬか。よっ！エキトク、生きていたか。早々に繰り返しやがって。俺が兄貴を探してる間、てめえは。待て、エキトク、
その兄者の居場所が分かったのだ。適当なこと抜かってんじゃねえぞ。嘘はつかぬ。この青龍円月刀にかけて。そう来られちゃしゃねえ。それで兄貴、龍兄の居場所ってのは。曹操殿の話によると、この遠心にいるとのことだ。信用できんのかよそれ。だがまあ、今は信じるしか道はねえか。